やっと着きましたな。他の者もそれぞれの位置に到着している頃でしょう。町の歓楽街を別々に探せばきっと千代夫人の手がかりが見つかるでしょう。あそこよ、影様の手下が花町の警護に当たっています。もう目標が見つかったということですね。それはよかった。思った通りですわ。新しい弟子たちを集めているのね。弟子たちがどこに連れて行かれるのか突き止めなければ。あの侍は千代夫人の指示を受けているはずだわ。拙者の剣であの者を即座に仕留めてやりましょう。手がかりを手に入れたらここに戻りましょう。承知した。拙者はそなたの後についていきましょう。このところを随分と静かにやられますな。お許しください無限様。いろいろと考えることがございまして。そなたは過去に囚われておられる。かわいそうな。さぞかし恐ろしいことでしょうに連れて。恐れているのは過去よりも将来のことかもしれませんが。心配ご無用。この先何があろうとも共に立ち向かおうではありませんか。今までの仕事のため最もっとそこにいよう。何を言ってるんだ。任務のためだ。届かないわ。隠れていよう。栄光が待っておるぞ。変装なしじゃ無理よ。共に戦うから強くなれる。为什么能看这么清楚。今行くわ。一晩中でも費やせるわけじゃないんだぞ。くそ。这让一天就是。急いで。我擦，等一下，等一下。なんであんなに頑固なんだ。急ぎましょう。素早く移動するわね。素早くね。見てちょうだい、この変わることのないしなやかさと速さを。でも依然として決断はできないまま。先生ならどんな決断をされますか。静かにね。すぐよ。千代夫人に相談したらどうだだと。俺たちじゃ無理だな。やつらの。あのお方がもっと要求してきても気にせんぞ。急いで。一応起きてたからな。それは我らが合意した額ではなかろう。我这个人杀不了，不可能吧？我得先上这个上面去。無駄にする時間はないわ。受け入れられるか。素早くね。何を言ってる。没有人在看你。一日中起きてたから。隠し武器を。すぐよ。交渉をするためにここに来たのではない。これは把你杀掉。顶上解决了，基本上下面就没了。看下去。哎呀，这个地方。値段を即死ね。今行くわ。他に道がある。移動するわね。俺たちが
どこに向かっているのか分かるか。違う。他のことを要求してるんだ。時間は貴重なのよ。慎重に進もう。失敗はせぬ。すまぬ。放个清酒的话不一定能看得到啊。对吧，放个清酒的不一定能看得到。一晚中でも費やせるわけじゃないんだぞ。くそ。影様はこの女たちに何の用があるってんだ。まあ、いくらか想像はつく。好像没有人在看你。那就只有你在看到呢，不是？早く行くわよ、すぐよ。優雅な着地ね。找个时间差，直接把它。なんだ？もちろん、俺は千代夫人じゃない。無駄にする時間はないわ。準備はできている。この状況、我ら初めて出会った時のことを思い出しますな。月明かりに照らされた街、怪しげなやりとり、懐かしいですわね。あの夜、我らは二人とも変装していたことを覚えております。無限様はかなり居心地が悪そうにしておられたのを覚えていますわ。確かに、あの着物は拙者の体には合っておりませんでした。我が命、上様に捧げようぞ。遅れを取らないよ。素早く、ね。看一下他的视野到底在哪。こんなの受け入れられるか。払わんぞ。等一下，这边没有。こちらから仕掛けましょうか。上様のために。おとりだ。向こう。もったいないな。これには誰も抵抗できまい。我操，他也能看到。後で。これ太能看到。こんなの受け入れられるか。払わんぞ。怎么把这个人引走呢？过来过来，杀了。交渉をするためにここに来たのではない。你这个确实不太好搞。嗯。値段を下げろと伝えろ。影様。さもなくば、この女たちに何の用があるってんだ。まあ、いくらか想像はつけば。なるほど、清酒。うん。油断してはならぬ。行きましょう。木は熟した。違う。他のことをよ。そこにいよう。さあ。まあ、那只能把清酒给他们。清酒给他们了，两个人过来。おとりだ。時間の無駄だ。任務のためだ。おとりは設置した。包帯を準備しておるぞ。これには誰も抵抗できまい。夜は憂鬱だな。死ぬにはちょうどいい日かもしれん。慎重に進んできた。一日だった。
上様のために。引退だ。上様のための刃だ。急ぎましょう。祈り無駄にする時間はないわ。単なる刀ならしよ。これで十分でしょう。文書を手に入れましたな。さて、船に戻りましょう。初任務のあの夜、ずいぶん昔のことのようですわ。あれから我ら二人、多くのことを成してきましたな。これまで無限様が下されてきた決断の中に後悔はございませんか？大きな後悔はありません。一つたりとも。準備はできておる。现在去哪儿呢？哦，回去。是的呢。那绕一圈不是完了吗？隠れていよう。物音を立てずに動こう。影様はこの女たちに何の用があるってんだよ。まあいくらか想像はつくよな。向かっている。愛子殿もこうやって血を振る。哎！哇，真的是智障啊！刀を使う。慎重に進む。時間は貴重な。無駄にする時間はないわ。単なる刀ならしよ。これで十分でしょう。文書を手に入れましたな。さて、船に戻りましょう。初任務のあの夜、ずいぶん昔のことのようですわ。あれから我ら二人、多くのことを成してきましたな。これまで無限様が下されてきた決断の中に後悔はございませんか？大きな後悔はありません。一つたりとも。上様のために。そこにいよう。物音を立てずに動こう。隠れていよう。忍耐だ。失敗はせぬ。任務のためだ。向かっている。这是怎么卡住的？あやつら、誰かが何とかしないと。さあ、手に入れた文書を調べてみましょう。ええ、確かに娘たちをどこに連れて行くかが詳しく書かれていますわ。どうされました？思っていた通り、私の過去への旅はまだ終わっていないようですわ。千代夫人は花学園に今日構えています。とっくの昔に廃校になったと思っていた桜組の秘密の学校ですわ。千代夫人が私に全てを教えてくださった場所です。そうか。ではそこで最後の対決と行きましょう。無限様、お願いを聞いてくださいますか？愛子殿が望むことなら何なりと。花学園の中心にいる千代夫人と対するその時、私に千代夫人を討ち取らせてください。少なくともあの方にそうしなければならない恩が私にはあります。